複動式蒸気機関複動式機関は、レシプロエンジンの位置形式で、シリンダーの上部と下部に、内燃機関の場合は燃焼室を、蒸気機関の場合は膨張室を備える。片側が膨張するときに、片方は圧縮、または、送気される。これは主に船舶や蒸気機関車等の蒸気機関で使用される。ディーゼルエンジンのような内燃機関でも一部で、 使用されたが、一般的ではない。大半のレシプロ式内燃機関では、ピストンの片方のみを押す、単動式である。シリンダー内の2個のピストンが燃焼室を共有する対抗ピストン機関と一部は、似ている。初期の単動式蒸気機関の一つである入庫面の、大気圧機関単動式高速蒸気機関の一つで、ある、首振り式エンジン蒸気機関は通常は複動式だが、 初期の大気圧機関やビームエンジンでは単動式だった。単動式蒸気機関はシリンダーを一方向にしか動かせないため動力の伝達に針を用いた上でシリンダーの押し戻しには大気圧や重力などを併用する必要があった。単動式蒸気機関は一方向の動力のみで用がタリル鉱山の用水等の用途で長年にわたり使用されたがジェームズ・ワットが 出力軸から回転力を取り出せるように回転式、ビームエンジンの開発を試みた時に初めて、複動式の概念が検討された。単気筒エンジンにおいて、複動式は単動式に比べて、より円滑な出力が得られる。高圧機関として、リチャード・トレビシックによって開発された蒸気機関は複動式で、後年の大半の蒸気機関に継承された。 後年のいくつかの高速蒸気機関は新設計の単動式だった。これらの単動式高速蒸気機関はクロスヘッドはピストンの一部になりもはやピストンデオットは備えない。単動式高速蒸気機関はピストンデオット及びスタッフィングボックスが省略されたことでシリンダーの機密性が高められており、これは内燃機関において より効率的なクランクケース潤滑が採用された理由と似ている。小型の機種と玩具では単動式が上実の理由により採用されるが機密性の確保という理由以外に製造経費を低減する機ともある。典型的な近代的な自動車用ディーゼル機関蒸気機関とは対照的にほぼ全部の内燃機関は単動式である。内燃機関のピストンは一般的には トランクピストン構造であることが多く、ピストン自体と連接棒は、ピストンピンで直接連結されている。これにより、単動式高速蒸機機関と同様に、クロスヘッド構造や、ピストンロッドとスタッフィングボックスが不要になる。これにより回転時に、ピストンの底部を効果的に、エンジンオイルで冷却することが可能となり、ピストンとピストンリングの局所的な加熱を避けられる。逆に言えば、 複動式内燃機関は、クランクケース潤滑によるエンジンオイルでのピストン冷却が行えないため、ピストンとピストンリングの局所的な加熱とそれに伴う、焼き付きも単動式に比べて発生しやすいということでもある。自動二輪用や汎用エンジンのような小型の2、ストロークガソリンエンジンでは、ユニフローディーゼルなどの大型2ストローク機関に見られるような加級機や、 送風機を、送期用補機の代わりに、送期にクランクケース内の圧縮力を利用する。イギリスのジョゼフデイにより開発され、今日の2ストローク機関の主流である、電子機ストロークエンジンでは、ピストンの両面を作動面として使用しており、ピストンの加工時にクランクケース内に取り入れられた混合技を圧縮し、シリンダーの中に送り込むことで、送機工程を成立されている。しかし、 片側の面のみが動力を生み出すので、定式にストローク機関は、ピストン自体は単動式として考えられる。ケルティングの複動式ガス機関ケルティングの複動式ガス機関の構造図1860年頃に、ジャンジョゼフ・エティエンル・ルノアールが発明した、ルノアールガスエンジンのような、いくつかの初期のガス機関では、定置式蒸気機関の設計である、複動式が取り入れられた。しかし、 内燃機関は、まもなく、単動式に切り替えられた。これは二つの理由からである。高速蒸気機関では両側に大きな力がかかり、連接棒も大きくなるので、クランクの軸受けも大きくなるが、単動式ピストンでは、力の方向は一方向のため、軸受けの幅を狭めることができた。良い混合技の流れを得るために、大きな弁面積が必要である一方で、 圧縮比を高めるためには、シリンダーヘッドの燃焼室の容積は小さくする、必要がある。ルノワールガスエンジンのように、蒸気機関から派生したシリンダーは、ガソリンエンジンには、不適当だったので、ポペットバルブの装備を元にした、単動式のトライクピストンを新たに設計し直す、必要があった。航路のための送風用エンジンとして製造された、超大型のガスエンジンは1本か2本の、 大型シリンダーを備え、航路ガスを燃焼する。これらの一部は複動式のケルティング兄弟車製である。ケルティングのガスエンジンは、ガソリンエンジンのような火花点火内燃機関や、ディーゼルエンジンのような圧縮点火内燃機関と比較して、ピストンの圧縮力はわずか、あるいは圧縮自体を必要としないので、狭く複雑な吸排気経路を持つシリンダー構造にもかかわらず、 複動式の設計の採用は適切だった。複動式シリンダーは内燃機関では廃れたものの、バーマイスターウェインは1930年以前にニストローク複動式ディーゼルエンジンを船舶用に生産した。最初は1929年にイギリスの自動車運搬船メガボルトアメリカに 7000HP の機関が備えられた。 1937年には 24,000HP の2機の B&W スコーダエンジンがメガボルトスターリングキャッスルに備えられた。また、同社の複動式ディーゼル機関は日本の氷川丸でも使用された。日本では他に大日本帝国海軍において戦前型の潜水艦の多くが完成本部設計の2ストローク複動型ディーゼルエンジンを搭載していた。 水上速力を重視したために高出力ではあるものの、騒音が大きく、排気圧力が低いためシュノーケルを用いた、主機関での水中連続航行に不向きだった欠点があったことから、第二次世界大戦が始まると低出力であるが、騒音が低めで燃費が良く、排気圧力が高いので主機での水中連続航行に、適した4ストローク単動式へと移行していった。 最高ピストン機関を複動式とすることは、潜水艦内の限られた空間を有効利用することにもつながるために日本のみならず、アメリカ海軍でも導入が模索された。1935年にポーパス急潜水艦、アセスポンパーノにて方便応援スレントシュラー製の直列8気筒複動型ディーゼルエンジンが試験、採用され、後にサーモン級潜水艦やサーゴ級潜水艦にて、 HOR 製直列9気筒複動型ディーゼルエンジンが全面採用された。HOR エンジンはドイツ海軍のライプツィヒ級系寿命館で採用された慢性 W7Z30-44 型直列7気筒複動型ディーゼルエンジンの製造権を取得し、潜水艦向けに独自改良したものであったが、 これら一連の HOR 製複動型ディーゼルエンジンは、高出力の反面信頼性が低く、アセス・ポンパーノにおいては、メアアイランド海軍造船所での試験公開中にも何度も故障を起こし、乗組委員からは、バイタドもとあだなされ、1942年の統治作戦に参加したアセス・ガーナードのチャールズ・ハーバート・アンドリュース艦長は、私は4機の HOR エンジンのうち、 常に3機までしか使わず、1機は予備として残していた。それでもビスケーン内で2機が故障してしまい、紹介を中断して帰還した。と知るし、アセスジャックのトーマス M 大カーズ艦長に至っては、HOR エンジンのおかげで30から40隻の日本商船が救われたことだろう。とまで酷評した。結局、結局、 ポンパーノの HOR 製8気筒エンジンは1942年に、フェアバンクスモース製エンジンに、後継艦の9気筒エンジンも1943年に、ゼネラルモーターズのクリーブランドディーゼルエンジン部門が製造した V 型16気筒の16から248型に、ストロークディーゼルに置き換えられた。日本海軍が以後第8潜水艦にて、 県独潜水艦作戦を成功させるなど、複動式ディーゼルでそれなりの成果を残したのに対して、アメリカ海軍の一連の複動式ディーゼル導入の試みは今日では完全な失敗と評価されている。これらの船舶用複動式機関は最大出力を重視したものが多かったが、イギリスでは燃費の最大化を目的に複動式機関を採用した例があった。 1953年にイギリス空軍に採用されたマーク3空中、投下式救命艇は、第二次世界大戦中の太平洋戦線における、日本陸海軍航空隊との戦闘で得られた、全訓を踏まえ、搭載エンジンには、5 0ーガロンの燃料で1000マイルを構想できること、という、極めて厳しい性能要件が課された。ビンセントモーターサイクル社は、この要求を満たすため、 対抗ピストンかつクロスヘッド方式の2、ストロークガソリン複動式機関という類例を見ない、得意な設計を持つビンセントライフボートエンジンを完成させた。このエンジンは、ビンセントのエンジン技師、フィル・アービングと、同社社長のフィル・ビンセントによって、対戦中の1942年に救命艇向けの少年ピエンジンとして、すでに特許取得されていたものであったが、当時の英国航空省が、 海上救難に対して無理解であったことや太平洋戦線が日本の敗戦により早期に終結してしまったこともあり戦後になるまで日の目を見なかったものであった。HRDT5 と名付けられたこのエンジンは直列三気筒レイアウトで中央シリンダーを左右シリンダーの早期専用に用いることで燃費効率を高めており出力はわずか15馬力で 製造数は生産配備された約50隻分に止まったが、今日では、その独創性からフィル・ヴィンセントとアービングのエンジン技師としてのキャリアにおける傑作の一つとして認識されている。イギリスでは他に1946年に、ロイド・カーズが 654cc の2ストローク、複動式エンジンを採用したロイド650を発売したが、 出力25馬力と車体の大きさに対して比力であったため最高速度は55マイル毎時程度がやっとで会社が消滅する1950年までに600台ほどを製造したのみに終わっている。ありがとうございます。